ス逃げろ逃げろ、津波来る、津波来る、津波来ますね、うん、逃げなさい、ます、はい、はいはい、電気止めて逃げて、はい、避難、さあ津波来るから逃げなさい、早く逃げて、早く逃げて、逃げて、逃げて、逃げて。撮影された地震の映像の長さは1分25秒。あんな大きな地震というのは初めてだったんですが、結構長かったように思います。なんか1分以上揺れてるなって感覚でね、こんな長い地震であれば、まあ間違いなく津波が来ると、まあそんな風に感じましたんでね、まあ逃げろということになりましたけどね。斉藤さんがいた建物は揺れからおよそ30分後に津波に襲われました。大きな地震、津波っていうのは、まあ、数十年ごとに来てるわけなんですが、まあ、その間にも小さい津波はちょこちょこ来てるんですね。あ、このくらいの地震だとこんな程度の津波になるんだなっていうことは、体感的には感じております。地震の揺れの長さと津波との関連について、専門家は次のように指摘します。地震が起きた直後に海の地震か陸の地震かということを判断することは、これは難しいです。だけど海の地震であると、まあ、大きな地震である可能性があるので、例えば1分以上揺れる、長く揺れた地震の時は大きな地震で津波が来る可能性が高いと思って避難するというのが適切だと思います。実際東北地方太平洋地震は震度5弱以上の揺れが2分程度以上の長い間揺れました。これに対して、阪神淡路大震災は最大震度7という強い揺れがあったんですが、5弱以上の揺れは15秒程度、それから熊本地震も同じく震度7という強い揺れだったんですけども、5弱以上の揺れはやはり十数秒程度で、東北地方太平洋地震に比べると短いんですね。で、1分以上の長く揺れる地震に遭遇したら津波の避難が重要になります。